かわいい、超かわいい人なんだけど、これはかわいい、ね、かわいいね、食べれないよ、ほらこんなんどんぐり持ってますもんね。はい、どうも月夜です。はいどうも、つけ麺ズイソフはいちゃーん、はい行きます、はい、フロレスタのドーナツ全種類食べ尽くそうぜフロレスタドーナツ、フロレスタ、フロレスタ、これあんまし食べたことないっていうか初めて、初耳ですね、俺も初めて、でも一応チェーン店で、うん、有名なんだよね、うん、手作り、そう、店内、店内手作り、手作り、すごいな、あ、店内手作りなんだ、うん、で、なんといってもこれがね、もうその動物、そう、かわいいんですよ、かわいいんですよ、これほら食べれないんですよ、これもう、かわいすぎて食べれないよな、これ、うん、ほら、親子、これはもう、あの、天下のミスドさんもやってないことやな、そうね、これは、うん、真似できないと、そう、なんかいろいろあるんですね、これがきな粉、うん、いろいろあるみたいです。もういっぱい。いっぱいあるね。ただ店舗にあるやつは一個で全部ですね。はい。ネイチャー。ほう。どうぞ。どうぞどうぞ。全然軽いやつ。俺これ絶対行きたい。ああそれ。はい。動物ドーナツ。これごまちゃん。これはもう全部動物ドーナツっていうね。動物ドーナツ。動物ドーナツってくくり。なんかもう何十種類も動物があるみたいな。これはアザラシ？アザラシです。あ、アザラシ。アザラシね。かわいい。ごまちゃんです。アザラシか。じゃあ俺は。塩キャラメル。おぉ、狙ってた。うん、このキャラメル上に、多分ネイチャーの上にキャラメルが買ったワードかな、うん、一番シンプルなネイチャー、はい、いただきます、うん、どう味がね、すごい大人っぽいというか、甘さもめっちゃ控えめ、ほんのり甘いみたいな、そういうことなんて言ったっけ、あの、味がすごい上品、それ、うん、上品上品で、俺このごまちゃんいきますわ、新しい、まずは息子の方から行こう、息子から行こう、かわいそう、かわいそう、親が見ない、親を見ない、親を見ないで残酷、ごまのごま、あ、すっげー、ごまのチョコ、お母さんの、お母さんの、お前もやっといけると思います、このところで、うん、あの、耳とかこういうのってアーモンドなんですって、ああそうなんだ、はい、いただきます、わ、香った、あ、ミルク、あ、ホワイトチョコ、おいしい、おいしい、おいしい、塩キャラメル、塩キャラメル、おほー、塩キャラメル、うまい、おぉめっちゃうまい、キャラメルしてます、キャラメルっていうか塩が強い、へぇ、甘さと塩の塩分がデスマッチ、すっごい美味しい、へぇ、いや俺これめっちゃ好き、ちょ嫌いな人ももしかしたらいるかも、ちょっと癖があるみたいな、うん、あー、うん、塩感を全面に押し出すタイプの、もう、すごいよね、新しい、これおばあちゃんとか好きそうやな、うん、確かに、塩キャラメルだよ、次何食べる、なんかあれやな、気まぐれドーナツは全部で100種類あんねんて、だからその中の一つで、ちょっとこのネットには載ってないな、これすごいっすね、そうそう、だから日によってお出しするドーナツが異なるみたいな、面白い、詳しいの各店舗でお尋ねくださいだって、あ、だからちょっと分かんないですでもまあいちごのドーナツかな、うん、っぽいですね、食って当ててみましょう、生地はチョコレートっぽいですね、うん、どう、これそれな、それも何だろうね、塩キャラメルかな、多分気まぐれのやつですね、気まぐれね、はい、バナーナ、え、嘘、バナーナ、生地がすごい、バナナ、バナーナ、嘘、なんか見た目バナーナって感じするけど、すっごいバナナ、バナーナ、ちゃんとしたバナナ、うん、リアルバナナ、バナナ味じゃなくてバナナ、バナナ、
ぱ味がすっごいしっかりしてるね。してますね、素材の。うん、残り3つなんで、1人1つ。お、おいしい。カフェオレですよね、これ。うん、これいいね、周りの。うん、すっごいサクサク。また今までと違う食感を楽しめるわ。みんなで仲良く。いきます。いきます。うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんか、全部甘いものだったけど、ちゃんと食べれるね。うん。うん、気持ち悪くないですね。うん。めちゃくちゃ上品。上品。うん。こんなあぐらかいてくるなんてないですね。そうそう。ちゃんとな、チェアに座って。チェア。では、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。はい。